はい、上野養魚場さんの昭和サイズ30センチです。お願いします。はい、この鯉は、こう見てもらうと結構ですね、墨なんかもこう、まあ、頭からずっとこう面白いような感じに入ってますし、案外ですね、こう割と墨がバーバーっとあるんですけど、こう皮板をこうなんですかね、こう避けてるような部分も結構あって、ちゃんとですね、このまま出てきてもこう頭からこう背中の辺ですね、でこう後半にかけてこう墨が出てきてもちゃんと皮板を残して、こうだんだんこう出てくれば出てくるほど派手な感じのこうなんですかね、模様になるような感じがして、結構こう面白い鯉じゃないかなと思います。はい、それでは横も行きましょう。はい、こう1段目のこの皮板の模様もそうですね、ユニークですね。で結構墨多そうなんですけど、割と手とかですね、尻尾なんかはちゃんとこう汚してないですしね、そういうところがいいかなと思いますけどね。はい、よし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 。墨模様になってるところがこう重くないポイントなんでしょうね。ちゃんとこう白地をしっかり見せてますもんね、はい、墨の中にも。ちょうどですね、これがこう濃くなってくると案外ですね、なんかこう紐様だけ見るとですね、ちょっと変わった模様っぽいですけど、昭和としてこう墨が出てくると何ですかね、こう目につく鯉にだんだんなってくるんじゃないかなと思います。はい、なかなかですね、墨の沈んでますけど質も良さそうですし、白地の感じもですね、いいですから、結構質自体はいい鯉なんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。